ございます。今日はもふもふ隊の皆さんにプレゼントを買いに行きたいと思います。パチ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 はい、ということでのんびりと行ってきます。イエイ。前回はなんか夏に使えるものみたいのを買ったので、今回はなんかみんなでお揃いにできるものとかにしようかななんて思っていますなんかいいのがあればいいですか。本当は千葉でライブがある予定だったので、そのお土産をプレゼントで贈ろうかなと思っていましたが、ライブが延期になったので今日は岡山に行きます。だって行く可能性もあるので、そうですか、心配ですよね。6回のテレビつかもがなんで撮影しているんだあ、大蔵省になってる。バットのセンターうまく合わせていきます。今日は高崎市民なら誰しもが一度は行ったことであるだろう、あの場所でいろいろ見てきたいと思います。空が吹き抜けてますよ。は？ん？吹き抜けてる。あ、つか、吹き抜けてるじゃねえや突き抜けるような青ですよ空が。ちょっと見ないもん、その眼鏡だから青くないんじゃないの。青いよ。より青くなるよ、むしろ。あ、そうなんだ。白とか黄色系がちょっと判別しにくいけど。あ、そうなんだ。うん。お昼ご飯何食べようかね。ね。今ちょっと。もしバーガーに行くよ。僕が食べたいじゃん、僕。おぎやラーメンでもいけない。モスかおぎやだったらどっちがいいじゃん。へー、おいしい。モスか。パパス。じゃじゃーん、着きました。高崎イオンです。まあ中ではあんまり動画とか撮れないと思うので、それでは買ってきたいと思います。いつも絶対に寄る雑貨屋さんがあるので、そこに行ったりして見たいと思います。はい、ということで買ってきました。はい、ということでここからはもふもふ隊員の皆さんは何が届くかをお楽しみにしたい方はここで一旦ポチッと止めてもらって、何が来るか分かった上で楽しみだなって待っていられる人はぜひ見てってください。ということで、お揃いにしたくて買ったものはこちらです。じゃじゃーん、私の独断と偏見で買いましたが、牡蠣のお人形です。イエーイ。これたくさん買いましたので、みんなでお揃いにできればいいなと思っております。何につけようかな。ちょっと車の鍵とかカバンとかにつけようかなと思いますので、皆さんお揃っちしてください。そしてもう一個、これはこれまたちょっと嫌いな人がいたら申し訳ないんですが、普通に食べれる人だったら絶対美味しいんじゃないかなと思う、こちら、ででーん、クリームチーズかまぼこ。はい、
これ絶対美味しいだろうと思って買ってみました。こちらはカルディさんで購入してきました。食べたことある人いるかな。矢崎はねこれ食べたことないんだけどちょっと食べたいなと思いつつ買いました。自分の分はちょっと買わなかったんですけど、もふもふ隊の方で美味しかったよって方はコメントいただいて、そしたら私も自分の分買いに行こうかなと思います。はい、今回はこの2つお送りしますね。そして、まあ、せっかく動画を撮っているということで、もう1個みんなになんかプラスで送れたらいいなと思って買ってきました。じゃじゃじゃーん、ヴィレッジヴァンガードの福袋買ってみました。そう、何が入ってるか全然わかんないんですけど、結構大きい福袋で、あの大きさにもよるんですけど、まあ個数が何個かあるといいなと思うんですが、これを開けてみて、またこれまた矢崎の独断と偏見で、あ、この人にはこれつけようかなみたいな感じでお送りしたいと思います。じゃあ早速何が入ってるか見ていきましょう。ヴィレッジヴァンガードさん皆さん知ってると思うんですけど、なんかちょっと個性的なものが売っているお店でございまして、何が入ってるか全然想像つきません。なんかいっぱい入ってんじゃないかなって思ってこれにしてみたんだけど、1個とかしか入ってなかったらちょっと残念ですね。送れないぐらいでかかったらちょっと送れないかもしれないんですけど、よし、では行きたいと思います。まず1個目、じゃじゃーん、これ可愛いかもしれない。あ、あの帽子、キャップが入ってました。これいいね。はい、これだったら一緒に送れるかもしれない。送れるかな。はい、これまず1個目。そして2つ目。あ、扇風機。これ入ってました。これ誰かに送れるかもしれないね。あの抽選で選んで送りたいと思います。抽選で当たらなかった人ちょっとごめんなさいですけど、一個一個ちゃんと抽選したいと思います。3つ目、おっと、なんだこりゃ、あ、フィギュアですね。ポップアニメーション、これ何のフィギュア、私全然わかんない、なんだこりゃ。はいということでフィギュア当たりました。そして4つ目、ムスク、ブロッサムの香りのムスク入ってました。これもいいですね。そしてもう1個ちっちゃいのあった、じゃじゃん、あ、カッパの湯、カッパの湯、あ、これは送りやすい、いいですね。これ誰かにセットで送りたいと思います。そしてじゃじゃん、陶器エコ加湿器、加湿器でした。あ、加湿器いいね。これ誰かんちに送れたらちょっと送りたいと思います。はい、あ、かわいい。そしてラスト、でかい、え、かわいい、マルチマット2枚セットえ、これかわいい、私が欲しい、いいな。キッチンマットとかベッドサイドや玄関などのインテリアアクセントにということで、はい、マットがありました。でもこれだったらワンチャン送りやすいかもしれない。はい、ということで全部で 7点入ってましたということで、これどれかが届くかもしれませんので、もふもふ隊の皆さん楽しみにしていてください。はい、ということでいつも応援してくださる皆さん、もふもふ隊に入っていつもエールをくださってる皆さん、ありがとうございます。今年からね、音楽活動再開してちょこちょこライブもやったりしてますので、また遊びに来れる方遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。